こんなとこ行けんのかね。さら行け、こう。息が残ってるわ、これ。これ道あんの、これ。これから行けそうじゃないね。どうなんだろう。あ、冬だとあんねんけど、いけるかね。お、ほら、着いたかね、これ。これ本や。回れるかね。これはどうなんだろうね。わからんな。前方後円かな、こう。あの向こうにもなんか墳丘が、あの向こうも向こうも墳丘。これね、こう見ると前方こういうふうには見えなくてないけどね。ちょっと違うか。ちょっと違いますかね。いや、見えなくもないな。回れないかね、これ。回れそうもないかね、これ。あら、回れないね。ほら、こっちもなんかこう雰囲気があんねんけどね。回れませんか。残念でございましたね。看板かなんかないんかね。ナビ開始。ナビ開始でございます。北に進む。ということは、これは違うんかね、これ。この雰囲気は。看板でもあればいいんだけどね。まあ、これは古墳ですよね、どう見ても。もうここでベンチがあるのか。おお、石碑もあるがあるがね、ここに。ほら、こういう感じ。ああ、ちょっとわからんな。ここやね、この下に。ああ、ここに書いてある、サベ池公園で。書いてあるんやけどね。ああ、これがそのです。サベ池公園でございます。いやー、違うかな。前方こういうふうじゃないかな、これは。この形状からしてね。こう、ここが、ええふうやったら、ここかしか。こっちが豊富になるかな。
大船だ。こっちがね、角が、ね、三段急で分かりませんね。これは削ってあるからどこなんだろうね。分からん。残念。前方公園にも見えんでもないけどね。どうなんだろうね。これ後で調べてみましょう。ここから向こう歩けるんだけど、一応垂れてみようか。あれ、こっちが豊墳か。こっちが豊墳と見るとね、そんな感じもしないじゃないね。こっちの方が豊墳かもしれんな。可能性がありますね。ちょっと後で調べてみよう。残ってんのかね、これ。調査の跡があんのかね。これどこ行くんだ、これは。こっちも豊墳かね。